皆さんご機嫌いかがでしょうか。鈴木です。本日の動画はですね、こちら私の履いている、ウェアハウスの、デッドストックブルーの 1004WX1936 モデルの色落ちの報告をしたいなと思っております。このジーンズはですね、2022年に私鈴木が、1年間履き込んだジーンズで、2023年なんで現在は LVC の1937モデルを履き込んでいるので、定期的な報告っていうのは終了しているんですけれども、ちょこちょこ実はサブのジーンズとして履いてるんですよ。でその色落ちっていうのが、ゆっくりとではあるんですが、こうじわーっと良くなってきているので、今日はその様子っていうのを皆さんと一緒に観察していきたいと思います。さあ、それでは、今回登場するジーンズ 1004WX の色落ちを見る前に、このジーンズがどういったジーンズなのかというところをね、ちょっとご紹介させていただきます。まずね、今回の、デッドストックブルー 1004WX というジーンズですが、ウェアハウスの、デッドストックブルーレーベル、いわゆる、DSB レーベルから発売されたジーンズです。で、1937年モデル、37モデルの再現ですが、赤タブが搭載された、最初期のモデル、37モデルの最初期のモデルということで、1936年、1004WX1936 モデルという名前が与えられています。37モデルの特徴なんですが、大きく4つございます。まず1つが、腰にシンチバッグが付属している。で次に2つ目、バックポケットに赤タブが搭載された。で3つ目、隠しリベットが採用されている。4つ目、一本針ミシンによる飾りステッチの縫製。以上の4つがですね、私が考えるところではありますが、分かりやすい37モデルの、特徴になるかなと思います。で37モデルっていうのは、まだまだワークウェアとしてのジーンズの姿が色濃く残るジーンズ、そう言えると思います。さあ次は 1004WX の色落ち見ていきましょう。さあというわけで早速色落ちを見ていきましょう。でまずはこのジーンズの着用の状況というのをちょっと報告させていただきます。まず着用の期間が2022年の1月から約1年まず履きました。その時は約1年間というのは週に4日ぐらい履いて、で履き込み2020年終わって2023年になってからは、月におそらくね3日から5日ぐらいはねちょこちょこ履いていたんじゃないかなというふうに思います。で洗濯回数っていうのは正直もうよくわかりません。でもね、トータルしたらもう10回以上はね、間違いなく洗っているということはね、言えると思います。というわけで、各ね、部署の色落ち見ていきましょう。まずはトップボタン、フライボタンを見てください。経年がとても素晴らしいです、これ。ヴィンテージに似てるとか、似てないとか正直わかんないんですけど、感覚的にすごい。このトップボタン、副主体って私がこうウェアハウスのジーンズが大好きな理由の一つなんですよ。やっぱりその他のジーンズと比べた時のその雰囲気、わかんないですよ、そのヴィンテージに似てるとか似てないとかわかんないけど、その雰囲気ってのも最高、とんでもなくウェアハウスはいいなって感じるんですね。で次はね、コインポケットとリベットを見てください。でウェアハウスってリベット何種類もあるんですよ。例えば 1001WX のちょっと黒ずんで刻印が深めのものとか、あるいは D で使ってるちょっときらびやかで刻印がちょっと薄いものとか、あと対戦のものとか、いくつもあるんですけど、 DSB で使ってるこのリベットっていうのはその中でも圧倒的に素敵なんですよ。このリベットが素敵っていうのか分かんないですけど、このコインポケット周辺の空間がいいんですよ。この腰帯からポケットにかけて、例えば22モデルだとサスペンダーボタンがここにあるんですよ。だけどそのままだともうサスペンダーボタンないんで、この空間がねこう開けたような広い空間になるんですよ。でその空間の中でこのリベットっていうのはめちゃめちゃいい雰囲気を出してると思うんですよ。なんていうのかな、例えば晴れた牧場とかってイメージできますか。晴れた牧場の草原の中にこう井戸を1個イメージしてくださいって言われたんですよ。でその時あなたが考えていたって紛れもない井戸なんですよ。でそれと同じことなんです。これってこの帯からこのポケット周辺にかけてが草原で、そこにある井戸っていうのがこのリベットなんですよ。要はこの空間に最も当てはまるリベットをイメージした時に最も当てはまる一番ふさわしいリベットっていうのはこれなんですよ、おそらく。で続いてはね、ヒゲ見てください。
で、私ってそもそも別にそんなにヒゲをガッチリガッチリ出したいっていうタイプではないんですよ。別にのじつきでねわざわざ履くなんてしないし、まあ、洗濯もねどん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 しちゃうタイプなんで。でもそんな履き方をしてても、この人がヒゲがちゃんと現れてくれてます。で、それもいやみったらしく現れてるんじゃなくて、あくまで自然に現れてくれてます。で、このヒゲをね見てると、俺が好きなジーンズとか履きたいジーンズってまさにこういう生地のジーンズだなっていう風に感じます。まあ要は最高ってことなんですよね。もう褒めます。とにかく今日は褒めます。最高ってことなんですよ。で、次はね耳のとこ見てください。この耳に沿った色落ちで、これやっぱりまあ表見てわかるんですけど、耳がやっぱり綺麗に、ね、開いてくれてるんで、こう当たりっていうのがねやっぱちゃんと出ます。2本の線がねピョーっと。で、ここもねびっちりすぎないんですよ。あくまでこう自然なさりげないあたりってのが非常にいいですよね。で、何より何より耳そのものなんですよ。耳そのもの見てもらうと分かるんですけど、これ赤耳なんですよ。まあウェアハウスって本来黄色の耳を使ってるんで、これはサプライズでした。私これ買って見てうわーみたいな。別に俺赤耳が好きとか黄色の耳が嫌ってわけじゃないんだけど、もうサプライズ、そのサプライズの嬉しさで、うわウェアハウス赤耳だーみたいな、サプライズの嬉しさで大好き好きっていう感じですね。さあ、というわけで今度は裏面見ていきましょう。まずは、新地バックとバックヨークのあたりですね。なんかこれあれですかね、串刺しなんですけど刺さってないですね。私ね多分ですけど体重結構減ったんですよ。これ買った時よりね 5,6 キロ減っちゃったんで、最近がベルトでギュッと締めてね入ってたんですけど、まあおそらくそれでこう緩んじゃったのかなと。まあいよいよ今この新地バック君っていうのは、まあ何の役割も果たしておりませんが、まあ37のまあ象徴ともね、シンボルとも言えるようなね部分なので、まあいるだけでありがたいと、まあそういう存在だなと感じます。で、バックヨーク見てください。これね、まずバックヨークさ、気づいてる人はいると思うんだけど、これ右が上なんですよ、この生地の重なりで。対線から左が上になるっていうね。俺これ最初見た時びっくりした。逆じゃねえかって、もうそこまではビビんなかった、ごめん。でも逆じゃないかってすごいびっくりしました。で、まあパックヨークパッカリングね見てください。まあある程度現れてきてます。ただまあここはねそんなに、まあ、生地にね丸投げするような部分なんで、まあ、洗濯と乾燥をね繰り返すうちにさらにね変化が鮮明に現れてくると思います。で、はい、お待たせしました、大本命です。バックポケットの周辺の経年変化見ていきたいと思います。まずはますます感、これ、ね、見てください。すごい良い時期です。桜で言うならまだ6分咲きぐらいです。でももう間もなく花盛りを迎える、そんな時期ですね。まあ、縦糸が擦り切れて横糸ってのが姿を表したと、そういう姿がますます感と我々呼んでいると。で、まあ現状でもねますます感ってのは十分に感じられます。しかしながら今後ねさらにますます姿見たいなと思わせるような、そういう段階ですね。で、赤タブ見てください。これねくるりと丸まってます。まあ、このようにねくるりと赤パーブが丸まってしまうと刺繍の文字ね見えないんですよ。これゲヌス、ウェアハウスはゲヌスと読むのかな、書いてありますが、まあ、刺繍の文字が見えなくなるので、こう、あ、コトメンタブだなっていうことがねよくわかると思います。で、これちょっとね小ぶりなサイズ感もねキュートで可愛らしいですよね。で、飾りステッチ見てください。このね専用 WX の大きな特徴はやっぱこの飾りステッチなんですよ。このステッチの位置がめっちゃ低いんです。で、おそらくこれは、まあ、前にも言いましたけど、この元になった501を塗った人ってのは先にこのね飾りステッチのアーチの下を塗ったんですよ。で、その後にこう上を塗るんだった本来は。しかしながら間違ってしまった。で、さらに下を塗ったんですね。で、こうして低い位置にアーチができたというふうに思います。で、ね、片っぽね間違ってしまったもんだから、まあ左から塗ったか右から塗ったか分かりませんけども、間違ってしまったもんだからもう一歩も合わせねえかなんだと。そういうわけでもう逆サイも低くしたと、多分ね、まあそんなふうに思います。で、経年変化としては糸がね徐々に飛び始めてますね。しかしね、私ながらこのねおまぬかな表位置が低いとか反転したステッチが入ってて、この独特のおまぬかな表情ってのが愛おしいんですよ。なんでこのねステッチってのはあまり飛ばずにしばらくね残っていてほしいなというふうに思います。さあ次、始めます。出てません。さあ最後にね、記事でございます。今回の専用 WX に採用されているのは、デッドストックブルーレーベルで新開発した生地です。で、
ちょっとね、私の把握してる範囲なんですけれども、戦前大戦戦後で、まあ、DSB は3つの記事を作っていて、この戦前の、記事を使用したモデルっておそらくこのね S4WX だけなんじゃないかなというふうに思います。で、履いた感触としてはホロホロです。ホロホロって皆さん、まあ、チーズの表現でよく聞きますよね。ビールとかワインとか、ハイボールとかウイスキーとか、まあ、ハイボールとウイスキー一緒ですけど、飲む時のあのチーズです。あのチーズもよくホロホロっていう表現使いますが、それと同じなんですよ。なんかこう崩れるような、崩れるようなって伝わるか分かんないですけど、まあ、崩れるような履き心地で私はとても好きだと。で、色落ちってのも決して縦落ち感がね強すぎないんですよ。強すぎない。やっぱりね、あくまで自然な色落ちってのが、まあ、楽しめる、そんな風にね感じてますね。さあ、いかがでしたでしょうか。デッドストックブルーですね、1004WX の色落ちというのを見ていただきましたが、まあ、いかがでしたでしょうか。私自身の感想としてはめちゃめちゃかっこいいなっていう、これまでねウェアハウスのジーンズって結構いろいろ履いてきたんですよ。まあ1001しっかり、まあ、DD しっかり、1550しっかり、まあいろいろ履いてきましたけども、その中で抜群にかっこいいなって、1004めちゃめちゃかっこいいな、俺好きだなっていう、そんな風に思えるジーンズでして、まあ今後もねウェアハウスのジーンズってのはいろいろ履きながらね色落ち見ていきたいなと思える、そういうね一本になってるなと思いました。で、私、我々紙とペンをくれば、ジーンズの色落ちを中心に、動画を更新しております。ですので、まあ、皆さんねご興味ありましたらぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけでね、また次回の動画でお会いしましょうと言いたいところなんですけども、私ねちょっとね考えたんです。古い我々の動画見てくれてる人ってのはね、ご存知あると思うんですけど、575というのを昔動画の上にやってたんですよ。さあ、それでは雑談の間の恒例企画となっております。鈴木さんの575でお別れです。はい、お願いします。行かせていただきます。チョコボール一番うまいのいちご味で、実はその575というのはね、私全く考えておりませんでした。隣のね、ダイハツさんがこう一生懸命考えてくれて、こう10分もね、思いつかないって言いながら考えてくれて、まあ、で、俺がね、さも今考えましたのように言ってたんですよ。しかしながら、これは非常に申し訳ないと。まあ、改めて今、575に向き合いたいなと思っております。まあ、特に意味はないんですけど、向き合ったところで意味はないんですけど、まあ、向き合いたいなと思っておりまして、私考えたんですよ。あ、じゃあ本気でやろうって。で、私今ここに iPhone を10秒に設定します。この10秒で575考えて言うっていうのを今からやってと思います。ただこれ本当に思いつかない可能性もあるんで、ちょっとそこはまあご愛嬌、まあそういう風にねご理解いただければと思いますので、もう早速もう行きますから、本当に行きますよ。はい、スタートです。もう今もう考えますから、今お題からね、お題から考えますからね。本当にお題来ました。はい、行きます。そうです。行きます。はい。迷彩服、俺の、前世、でかい服、でかい靴。